は言ってもよかった、それとも赤子供ちゃんの名前は言ってもよかった、やめとく、ね、子供の名前だけ言ってもいい、はい、お名前何ちゃんですか。レミです。レミ、レミちゃん結構もうぷくぷくなってるやん、うん、なあ生まれた時はちょっとちっちゃめや言ってて、生まれた時は2300で、うん、なあちょっとちっちゃめやってんな、うん、せやのにもうすっかり今さっき5キロちょっと弱、え、すごいやんどうです、今でなんか生後何ヶ月になりましたか、レミちゃん。2ヶ月です。そうな、どうですか、今初めてのママやけど、うん、毎日可愛いけど夜泣きが結構、あ、そっか毎日可愛い、毎日可愛い、いいな。お名前は誰が考えたの。私が考えました。いいやん、ママの感じと似たようなお名前やな、雰囲気が。そうか、そう、みんなに聞かれると思うけど、おっぱいとかは飲んだはる。は結構飲んで、うん、すごいじゃん、よかったね。先週乳腺炎になって、うん、あ、なあ、ほんまか痛かったね。高熱が、高熱出た、出て、あ、そうか、そう、今は、今はまあ治ってる、うん、うんうん、ほんと。ママの体調もどう、大丈夫、あ、はい、まあまあ、まあ見た感じ元気そうやね。わざわざ店に来てくれてありがとうというか、本当は処方箋もいやーごめんいやほんま申し訳ないわ。なあ、よう動くな、よう動くな。夜泣きすんの。夜泣きが、昼間は結構寝て、ああ、今でもな、今でも目つぶってはるもんねそうか、夜泣きした時はどうやってあやしてんの。もうミルクあげたら、うん、すぐにもうポテンって寝てくれる。それやったら夜泣きって言わんぐらいちゃうか大丈夫やわ、そんなん夜泣き言わへんし大丈夫え、もうそれでポテンと寝るの。え、ほな1回だけ。あ、そうなん、ほなお腹空いてはるだけやん、うん、うん、ね、あ、目ちゃめ、目開けた、かわいいな。でもものすごい眠たそうやなちょっとあのお顔の赤みがあったから、あの皮膚科行ったの。1ヶ月経ってもなんかあんまりない、うんうんうん、まあ、今日出てたんはほんまのね安全な保湿だけやったわ。先生どういうたはた、なんかウイルスとかは入ってないし、うん、うん、よかったね。乳児湿疹やって、うんうん、乳児湿疹みんなするから、うん、うん、おでこつるつるやからね、ほっぺの方が大体みんななりやすいもんね。かゆそうにはしてる、うん、なんか結構顔はガブガブかいて、うん、あ、そっかそっか、あ、ここちょっとな、うん、暑いからね結構体温高いもんね、うん、今でもちょっと汗ばんでるもんね、うんうん、これはワセリン、あ、塗ったんか、あ、今ちょっとテカートふざっかそうか、まあ、また店に来て、はい、ありがとう、いえいえ、じゃあね、これで終わります。